わぁ、綺麗、すごいな、桜。おぉ、モテるもんで、モテるもんなんかないですよ、あれ。これはよっ、よっしゃ、重いぞ。ね。よいしょ。よいしょ。これ死ぬぞ。死ぬな。よう運んだね。よう運んだよ。とりあえず設営しよう。この膝で。膝に爆弾抱えてるから。いつ爆発してもおかしくないぐらい。よう運んだ。こうやな。設営やな。こう向けやな、やっぱり。I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time. When I saw you, I thought I lost my mind.Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us?To feel this way forever. Loving you has never felt more right. Woke up lonely and for you, there is nothing in this world I wouldn't doこんにちは、お相手はおちゃんねママです。どうも、ババテアです。ハルタです。はい、やっと設営終わりました。で、今何時なんです？3時。あ、3時。3時、ちょうど およそ3時間。今日はクラインガルテンのせキャンプ場に来ています。ここは監督さんに教えていただいた場所です。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいい場所です。めっちゃいい。上が、うん、オートサイト、うんうんうん、っていうのは分かって、うん、で下に、うん、A サイト1,2,3 がある、うん、でここが3やん、ね、3で4は今使われてないから、うん、もうこっち貸し切りやんな。めっちゃいい貸し切り、誰もいないっていうA3 サイトおすすめです。めっちゃおすすめその代わり重量キャンパーは結構きつい。きつい。きつかった。ほんまあのこれ今の季節やからいいけど、うん、夏死ぬぞ。夏死ぬ。死ぬぞってなったもんな。でも夕方になってきたら寒くなってきた。ちょっとな、ちょっとずつ涼しくなってきた。いいっすね。うん、木陰やし、なんか設営終わったらもうめっちゃいい気候、うん。ちょっとモニグロの新しい張り方を見つけたし。うん。
コーヒー入れない。冷めてます。あ、コーヒー。お湯が。コーヒー入れてみましょう。おやつ食べよう。めでこめっちゃおるな。これ楽しみ、バタービスケットサンド。私は焦がしバターの贅沢フィナンシェです。贅沢、うまそう。チョコチップ入りショコラクリームで、絶対美味しいやんな。ハルト、あれメントス買ってなかった。コラボレーションお願いします、メントスコーナーお願いしますって。メントス買ってなかった。オートサイト。でも桜すごかったな。桜めっちゃすごい、いいよな。今年お花見してないからさ。うん、まあ去年もやけど。パパチョコチップちょうだい。もうこの時期やから。うまっ。おお。え、ハルトみたい。それ。ワインみたいな量。うわ、うまそう。はい、冷凍できたよ。昔冷凍って普通にみんな言ってたよな。どうなかなか。焚き火コーヒーの冷凍バージョン。お、焚き火コーヒーの冷凍バージョン。冷凍普通に冷凍言ってたけど。じゃあ焚き火コーヒーの冷凍バージョン。初めての焚き火コーヒーの冷凍バージョン。ワインみたいなもん。わあ。うまっ。あ、冷凍。これうまい。冷凍機、冷凍もできる。うまい。いや、最高やな、アイスコーヒー。アイスコーヒーってそんなに。美味しいわ。普通のコーヒーと変わらんな。コーヒーやで。冷たいコーヒーやで。冷たいコーヒー。どう？もうしか取れてる。あんでどう？魚捕まえられません。晩ご飯の魚捕まえれた？無理、めっちゃ早い。めっちゃ温度にめっちゃ早い。これでいけばいいやん、これ。これな、これをちょっとイカだとして。行きたいねん。罠いるっすね、罠。罠いるし、うん、罠いるわ、罠。罠作ってリベンジしよう。違う違う、あ、さ、さっきさ、罠あったとこあったよな。よいしょ。酒しかないなので。よし、以前ママさんがやられたからね。はい、要はこいつで抑えるでしょ、こうやって。長いな、この巻き。こいつで抑えて、バカ、硬っ。これやばいじゃん、壊れる。
夜の滝のように行きましょう。え、これ、じゃあこれもそう。実はね、ガス缶を忘れて買わなあかんない言いながら買わんと来てもたら買わんとテンション上がったまま来てもたら春田のお使いに気を取られた。そう、もう全てを焚き火で済ますしかないという。はよ、やっぱり五徳買わなあかんかもしれへんな。うん、怖い怖いもん。やけどするわ。焼き石？焼き石やんこれ。十って言わそう。あ、ほんまや。おお、言わん。これがいわゆるススってやつですか。違う色のメスティンだったもんな。飴色メスティンです。飴色メスティン、斬新。あ、こぼれてるこぼれてる。あ、まだでも生きてるんじゃない。あ、まだ生きてそう。うん、これが二次元の力。マジすごい。危ない今までの焚き火台で一番燃えるからな。燃えはすごいよな。すごい、うん、おやっぱり持ち上がんねえ。このままいいかな。 OK。 おいしょ。熱っ、熱い。ご飯を蒸らしてる間に私はすき焼きを作ろうと思います。はい、お肉焼いていきましょう。十って言うかな。おお、すごい。このトングめっちゃいいで、落ちるもん絶対。うん、よし、じゃあすき焼きのタレ入れていくよ。熱い。よいしょ。豆腐でちょっと壁作ろう。豆腐の壁はもう最強らしいから。はい、乾杯。お月夜様でーす。お月夜様でーす。乾杯。
うん、美味しい、ま、この美味しいものを外で食べてさ、うん、これ貼っとく。そうだよ、うわ、すげえ、綺麗、最高です。貼るだけいつも潰れてねえな、うん、今めっちゃ食べてる、うん、頑張れ。あー、暗くなってきたっすね。ほんまや、うん、怖っ、真っ暗や。水の音だけが聞こえる。上の音は全然聞こえないもんな。うん、聞こえるよ。さあ、こっからさ、ネッシー出てくるわけないやん。ないよな、ちっちゃいもんな。浅いしな。浅すぎやん、ここ、うん、ネッシーにしちゃさ、もう体見えへん、うん、ネッシーちっちゃいのは。え、知ってるよ、都市伝説のネッシーおるやん。都市伝説てか、ハルタも、ハルタだけなんか寒くハルタだけ、うん、だってパパよりハルタこっち奥やん。ハルトここ寝てんだ。ママだけや。何が？あったかい。寝てるでしょ。で、私はこの青いニンニクラー油、こちらをちょっと乗せていこうかなって。なんかカルディの乗せたらどうかなって。おお。仕上げにちょっとちょろっと胡椒を。はい、できました。ハーバイバー。辛い。めっちゃパニックだった今。辛いと思わなかった。ハムだけ食べる？うん。男感考えたら。味さ、濃い方が美味しいよ。おいおい食うもんな。何もわかんない。どうでしたか。いや、ロケーションめっちゃ良かったな、ほんまに。おお、最高のロケーションやと思うで。最高やな、うん、ほんまに。川とこのダムのロケーションがもう最高なんですよ。うん、え、あっち側も川流れてるの。あっちも川流れてるね。でも落ちてる。だいぶ下やったな。怖っ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いし、あのダムの向こうにあの闇が広がってるんちゃって。興味のある方はぜひ実際来てみて、来てみてみてください。闇が広がってます。クラインガルテン、のせ TEN やと思った、うん、テンです俺。クラインガルテンやと思った。じゃあ D じゃなかったな。テン。じゃあもうだから初め聞いたのがあのパパティアボさんからやった。そう、多分動画でちょこちょこ名前出てるけど全部間違ってます。クラインガルデン言う、ずっとクラインガルデンって言ってたから、言うてたから私もクラインガルデンって調べてんけど、クラインガルテンやと思う。テンやと思う。 TEN、うん、テンです。クラインガルテン、テンです。キャンプ場です。 A サイト、 A サイト1、2、3、奥が3、3が一番端っこ で一番広ダムも見れるから、うん、いいと思います。3がだから3人から4人用、うん、で1と2は1人から2人用です。はい。
でもファミリーキャンプはでもオートの方がいいかもな。ああ、うん、ファミリーキャンプはやっぱ、うん、あの荷物の、うん、ちっちゃい子がおる運搬が結構やばい、うん、ちっちゃい子おったら無理やな。上り下りがかなり激しいし、道もそんなに良くないから。小学校1年生ぐらいになったら楽やけど、ちっちゃい子は無理や、無理や、うん。はい、というわけでクラインガルテンのせいでしたけど、どうでした？まああのティッシュと設営覗いたらもう最高や。まあでもそれをな、うんうん、それをしてもいいって思えるぐらい、あ、うんうん、実際ここキャンプしてみたらいいよね、場所は。もう今からあの地獄の撤収が、地獄の撤収が地獄も帰る頃にはもう死ぬど下りは良かったまだ、うん、上りが、ね、ここ全上りやから多分やばいと思う、ほんまに。ということで、じゃあ撤収頑張っていきましょう。行きましょうか。最後までご視聴ありがとうございます、よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。最後は皆さん一緒にバイセンキューで終わりましょうか。一人でどうぞ、はい、行きますか。はい、バイセンキューほら、滑るからなジャンプ、こんにちはだこんにちはこんにちは、こんにちはで終わってもらって、終わってもらった。はい、じゃあ頑張って撤収しよう、うん、やりますか。じゃあまた会う日まで皆さんお元気で、バイバーイ。よし、よし、頑張ろう。撤収